きチャンネル。ジョブ。さあということで、もう激震というところでね、まあ速報ですけども、まあ報道でね、やっと出たんで、佐々木も喋れるというところでですね、ロッテの、まあ、コロナね、感染というところで、土曜日の夜に、まあ、報道ではね、土曜日の夜に体調悪くなって、日曜日の朝に発熱っていうところで、まあ、岩下投手がね、PCR 検査を受けて、まあ、コロナ陽性と、なったところで、でまだとスタッフの方1名がね、なってですね、その日曜日の、まあ、試合後かな、全員が検査をして、で、そこから、まあ、全員の情報が揃うまで、まあ、今日、だから火曜日ですね、今日の、まあ、先ほどですね、12時半ぐらいに球団リリースが出たのかな、その時に、まあ、発表されたのはですね、まあ、感染、まあ、コロナ陽性感染したのは、まあ、鳥谷選手、藤岡、三木、荻野、清田、そして、角中、そして菅野で、石峰コーチという、であとプラス、スタッフ3名が感染したというところになって、で岩下投手を含めて計13人の、対応感染となったというところですね。まああのまあ、球団発表によるとですね、まあ、札幌遠征時はその感染した選手の中で外食に行った選手はいないと、いうところでしたし、まあね、この結局、まあ、どこもそうなんですけども、野球のスタジアムのロッカーって結構密閉されてるんで、まあ、ジャイアンツとかね、数億円かけてコロナ対策したっていうところもありましたけども、まあ、なかなかね、そういうのができてない球場っていうのは、やっぱ換気の悪さっていうところは、まあ、あって、まあ、1人がね、結局、陽性者がいた場合ね、それが移っていくっていうところはね、もうこれは致し方ないところなのかなっていうところもありますし、まあ、これがね、まあ、あのスポーツ競技、団体競技においてのこの怖さ。っていうところでも一気にね、その感染拡大してしまうっていうところのね、まあ怖さかなっていうところもありますけれども、でそれにプラスアルファしてですね、まあ岩下投手の濃厚接触者として、まあ小野投手、和田康士郎外野手、そして東、投手、山本投手が、まあ、濃厚接触者に特定されて、まあ入れ替えと、いうところになりましたけども、まあ、入院してるね、選手もいますし、ホテルで隔離っていうところにもなりますし、まあ、ここから、まあ、どうなんですかね、最低2週間ぐらいは隔離、そしてまあ入院、まあ、それからまあ陰性の、ね、判定が2度出るまではっていうところになりますけども、まあ、このね、優勝争い、真っ只中で、首位ソフトバンクと2ゲーム差、そして今週末はね、ソフトバンクと直接対決をするという中で、まあ、ロッテとしてはね、まあ、痛い、戦力ダウンになりましたけども、まあ、これはもうね、今年の、このコロナ禍の状況の中、シーズンを戦っていくっていうところでは、まあ、野球もそうですけど、サッカーも含めてですね、まあ、これはもうどこのチームにも起こっても、仕方がないっていう状況でですね、不運っていうのかな、なんか分からないですけども、まあ、ちょっとね、マリーンズとしては、この優勝争いに向けて、まあ、痛いなっていうね、ところもありますし、でまあ、僕はこれは前々から思ってたんですけども、その症状がね、出た人が、まあ、一番最初みたいなね、言われ方、捉え方することはよくね、ありますけども、症状がね、なかった人が一番最初っていうパターンもあるんで、まあ一番最初にね、症状が出てしまった岩下投手、そしてスタッフの方がね、一番みたいな感じになってますけども、まあ鶏が先か卵が先か論争と同じでですね、症状が出なくてもその人からっていうところもありますし、まあこのね、僕はこのチャンネルで何回も言ってますけども、コロナにね、感染するのは悪くないと。感染拡大しないようにしていきたいと、この前の阪神タイガースのね、ことでも動画にしましたけども、まあそうなった時にね、やはりもうちょっとできることはね、あったんじゃないのかなっていうところはありますし、チームでね、感染拡大してしまったっていうところは、やはり反省しなきゃいけないっていうところもありますし、改善、しなきゃいけない問題も、あるかなっていうところはね、あります。まあその中で、なぜね、プロ野球球団で感染拡大しやすいのかっていうところをですね、ちょっとですね、まあ、簡単な、見取り図をね、書きたいと思いますけども。というところで、簡単にマリンのロッカーのね、見取り図っていうところで考えると、このね、メインロッカーがあります。で、ここでね、選手は着替えていく。でもここにはね、球場ツアーとかでね、見た人もいるかもわかんないですけど、まあ、入り口が2つあって、ここの入り口からこっちはね、グラウンドレベル、こうベンチね、こっからグラウンドに出ていくっていうところで、で、まあ、ここはね、お風呂。トイレ、そして荷物置き場。で、ここの廊下を通して、で、こちらサイドにね、浦和さんのまたロッカーがあって、入り口はここというところで、で、まあ、ここはね、その、こっちが食堂なんで、ここは通路。よくね、こっちから、あの正面玄関とか見えると思いますけど、こっちから通路で、まあ、こちらに行けばね、トレーニング室とか、ウエイトトレーニング場とか、マリンのね、
試合で来たことあるね、高校生とか社会人の皆さんとか、まあよくね、あんまり理解できると思いますけども、まあこういう作りになっていましてですね、だからまあ換気がね、やっぱなかなか球場、どこの球場行っても窓があるあのロッカーっていうのは、まあ、ほぼないんですよね。その球場の中にあるところは、あのヤクルトの神宮とかはロッカーが外にあるんで窓ありますし、ちゃんとしたその換気もできると思いますけども、まあ、基本的に、東京ドーム、西武、横浜スタジアム、マリン、札幌ドーム、仙台、名古屋、京セラで、神戸、広島、そして福岡と全部の球場が窓はありません。ただこういう通路の入り口で換気をする。でもまあだからってここは外ですね。外に通じてるのはグラウンドレベルだけっていうところで考えるとね、やっぱまあ通気口っていうのはなかなかない。まあその換気扇などの対応でなんとかしなきゃいけない。もしくはここにひょっとしたらね、扇風機などを置いて何かしらの対策は取ってたかもわかんない。こっちのスタッフの皆さんの通路はもうここの1個だけ。あとはここが導線はつながってるっていうね。こう線はありますけど、ここはドア1枚でつながってる。お風呂っていう形のロッカー。福岡ドームのビジターなんて、通路のドアは1個しかないですし、西武ドームも1つ、横浜スタジアムが2つ、東京ドームがもう2つですかねっていうぐらいの形で、で、まあ、京セラが1つ、神戸が2つで、名古屋も2つで、甲子園も中で2つかな。で、大体多くても2つ、基本的には1つのドアの中でねっていうところで、まあ、なかなかね、球場でとかあの窓がないところで言うとね、なかなか難しい、あの換気がっていうところでね。で、まあ、ロッカーも隣り合わせであるっていうところで、まあまあこう、もしね、そこに感染者がいたら、まあ、そういう状況になるのかなっていうところはね、まあ、それはもう始まる前から分かってたことで、まあでもね、誰かを責めるべきことでもないし、もう一番はね、その、まあ、無症状の選手も、スタッフも、無症状じゃ、症状がね、あって熱がある選手たちもですね、まずは一番はですね、その早く体調回復に努めてですね、回復をまあ祈っていますし、まあそれに努めてもらいたいというところもありますし、まずはもうこうなってしまったのは仕方ないんでね、各あの感染した、そして濃厚接触者の選手、スタッフ、コーチも含めてですね、まずは自分の体を気遣ってですね、周りに謝るべきことでもないですし、まあこれはね、明日もしくはもう1時間後には、まあ、僕自身もそうですけど、自分の身に降りかかってくるっていうね、今本当に日本中、そして世界中がね、この立ち向かっていってるこのコロナ禍の中での動きなので、まあ、誰かに責められることもなければ、誰かを責めるべきことでもないんで、そういったところではね、もうなってしまったものは仕方ないんで、その本人たちはね、しっかり回復に努めてもらいたいっていうところもありますし、球団含めてプロ野球界全体で、そしてですね、まあ、J リーグとか他のスポーツ、そしてこのね、冬に向けてイベントなど多くのことがね、起こっていくと思いますけども、まあ、その中でもね、まあ、これはもう起こってしまったものは仕方ないんで、こういうね、前の阪神タイガースの件もありますし、今回のロッテとっていうところもありますし、まあ、12球団でね、あの2チームも約だから1割以上 15% ぐらいの確率でそういうね、大量感染っていうのが、起こったわけですから、これをもう起こったものは仕方ないんで、教訓としてですね、今後いろんなところでですね、この教訓を対策に立ててですね、感染拡大しないように、まあね、あの選手たちにはね、まずは回復してもらいたいなっていうところはあります。さあ、ということでですね、まあ今日もね、オリックス戦行われますし、まあ佐々木がこれからマリンに行きますけども、まあどういう試合展開になるのか、まあでもね、まあ選抜投手陣、まあ岩下が抜けましたけども、まあ、投手陣はね、まあこんなこと言ったらあれですけども、まあ濃厚接触者、コロナ感染者もいなくて、まあいなくてって言っても、まあ、今後もしね、可能性出てくるっていうね、症状が出てきたとか、PCR 検査でもどうなるかっていうところも分かんないんで、これはね、選手の入れ替えも含めて、まあ、今後も注視していかなきゃいけない問題になりますけども、まあメンバーとしてはね、野手もいなくなったんで、まあキャッチャーはね、田村、柿沼がやるでしょうし、で、ファーストが井上、で、セカンドが、まあ、中村。でサードが安田、そこにショートがね、誰が入るのかっていうところと、で外野はね、和田康士郎選手が、濃厚接触者で、二木、清田で、荻野っていうところが、離脱しますけども、まあ、センターに福田で、レフト、まあ、菅野もね、感染してしまったっていうところで、まあ、岡とかね、もしくは藤原とか、若い、まあ、入れ替わりの選手もね、先ほど、発表されてましたけども、ピッチャーがね、フローレス、そして佐々木千早、成田でキャッチャーに、宗次で、松田、内野手、細川で、福田、で茶谷で、西巻で、外野に高部、そして藤原っていうところがね、でまた先発要員として、古谷が練習に参加で、ファーストのね、ベースコーチャーは根本が務めるというところで、まあ、外野にね、高部選手とか藤原選手が出たりとかもすることもあるし、あと DH にね、多分佐藤を置いて
るためにこの宗次を3番目の、ね、キャッチャーとして登録っていうところも考えられるんで、まあ、選手は、ね、減りますけど、まあ、こんな言い方してもあれですけど若手の選手にとったら、ね、これは本当にビッグチャンスになりますから、このチャンスを、ね、掴んで1軍で、ね、大活躍してもらいたいっていうところもありますし、まあね、試合はやってみないと分からないですし、まあ、先発ローテーションは、ね、岩下が抜けたっていうところもありますけども、まあ、そこに古谷が入って、ね、どういう展開になるのか、まあ、中継ぎの、唐川、そして沢村、そして松田というところはね、感染することもなくっていうところもありますから、そういったところでは投手陣はね、大きな変化ないかなとは思いますけども、まあ、外野ね、特にっていうところと、あとはそのロッテの一番厳しいところは、今年ね、終盤、ダイソーも含めた、ノーヒットでも1点取りに行くっていうね、走力を生かした攻撃っていうところが、ちょっとベンチからね、その同じような作戦が立てづらいっていうところで、ちょっと作戦面をね、大きく変更していかなきゃいけないかなっていうところもありますし、まあ、ひょっとしたらね、この岡をスターティングラインナップから外して、誰かを立てて岡をね、その途中からの戦力の、足でかき乱すっていう役割をするっていうところも考えられますけど、若干攻撃面はね、大きく戦力ダウンするというところで、足が使える選手ね、あの沖野、そして和田っていうところがいなくなるというところで、今まで戦ってきた、戦い方っていうのがね、できなくなる可能性はありますけども、もう怒ったものは仕方ないんで、いる選手たちでね、しっかりカバーしながら、このチャンスをね、ものにしてもらいたいっていうところもありますし、まあ、首位ソフトバンクと2ゲーム差、まずは今日ね、先発山本にどう対応するのか、そして週末のソフトバンク戦、しっかり戦えるのかっていうところでね、注視したいと思いますし、まあ、これはね、もうあの今日この里崎チャンネルをね、ご覧になっている皆さんもですね、まあ、明日ね、自分がどうなるかわからないっていうね、やっぱ危険性をはらんでいるっていうところもありますから、本当に感染予防対策をしっかりしながら、まあ、自分のね、できることしかできないんでね、自分の、できることをしっかりやってですね、感染しないように、そして感染拡大しないように、努めていきたいと思いますし、まあ、各球団ね、もしプロ野球関係者の人が見てくれているならば、さらにね、注意して、日々を送っていってですね、プロ野球120試合を完走して、日本シリーズまでね、すべて終われるように、できるようにみんなでね、協力して、タッグを組んで、やっていきましょう。ということで、佐々木智也からの、今回ロッテでね、コロナ感染したというところで、今知っている情報と、まあ、言える情報をですね、お伝えしました。